塩寺最高や。寒風きた。よっしゃ岸王子最高や。岸かっけーは先発陣の見本や。岸隆之39歳、今シーズン2度目の完封勝利へ。39歳で2回完封ってマジ。楽天の完封最年長記録は岸が持ってるから、達成するたびに記録更新や。まだアウトローギリギリに投げられるし、球速も落ちてないもんな。これが一流のピッチングよ。宝石のような岸。背番号11で111球完封。岸いつ衰えるんや。マジかっけー。お前ら俺を見習い、この野郎と言ってくれ。おとなしそうな見た目だが、やっぱり岸はピッチャーという生き物なんだな。岸かっけーよな。今日ほど良い内容じゃなくても大体ゲーム作ってくれるし、ありがたいベテラン。小深田のホームランでかかったな。いい勝ち方、あさって以降につながってほしいね。2軍が多かった伊藤安田が完全にキーマンになってるな。安田のいいところは左奥にしないところだな。伊藤ゆ最近すげえやん。格変、覚醒。伊藤幸也は SB 戦まるっきり打たないけど、ロッテ戦 OPS1.2 超えてる。幸也来年へのきっかけのシーズンだな。